シャープのエアコンとスマートフォンをお家の無線 LAN につなぐと、クラウド AI がエアコンの運転状況や使い方を分析して学習します。気象予報も活用し、お部屋が快適な空気環境になるように自動的にエアコンの運転を制御してくれます。例えば暖房運転中、クラウド AI がこれから晴れるという気象情報を入手すると、もうすぐ晴れて日差しが入りお部屋が暖かくなるということを予測し、先回りして暖房運転を緩めます。お部屋を快適に保ちながら省エネ運転をしてくれるというわけです。またクラウド AI は快適な睡眠環境も実現します。睡眠ステージの前半は深い睡眠へ導く環境になるように室温を低めにキープ、温度変化に敏感になりやすい後半はお目覚めに向けて温度を上げていきます。さらにスマホに送られてくるアンケートに答えることで、あなたのお好みを AI が学習し、今後の設定温度を自動で調整します。スマホアプリでは外出先から運転のオン・オフやエアコンの運転状況が確認できます。見守り機能も搭載し、お部屋が設定した温度以上になったことや人感センサーに反応があったことをスマホにお知らせします。プラズマクラスターエアコン、クラウド AI で快適さと省エネを実現します。